美しい日本、未来の日本作っていくのはやっぱり我々なんじゃないかなと思いますよね。まさしく歌舞伎もそうで、伝統というところにあぐらをかいているだけじゃなくて、未来の歌舞伎、我々が滅びた後の歌舞伎どうなってるんだろうとか、時代を開拓したりとか守っていくことももちろんだし、その中で新しいことも求めなきゃいけないし、一人一人のそういう芝居作りでもそうだけど、意識とそのやっぱり全然ジャンルは違うけど、やっぱり自然を守っていくってこと、日本の伝統を守っていくってこと、ある種僕は同じだと思ってるんですよね。だから子供たちの未来に、そして彼らが安心して遊べる環境づくりというのは協力していきたいなというふうに思いますね。サーフライダーファウンデーションの活動を支援いたします。中村獅童でした。ありがとうございました。